回このお城ですね、お城をメインに北条戦やりたいですよね。スピアーマンがいて、敵はとりあえずワンユニットとかで歩兵軍団でいいですよね。まあ、こっち側を細かく設定しよう。歩兵のドワーフ軍団とかでいくか。オークか、ドワーフ。オークもいいかな。これで何人ぐらいだ ?1000、2000、4000、6000、6000ぐらいか。2万ぐらい相手できるかな。ドワーフ1万ぐらい入れてみるか。だいぶ戦力差ありますけどね。うまくいくか。7にしていいですね。ちょっと攻城戦やってみましょう。お、カタパルトはいい感じですね。おー、意外といい感じにはなってんな。カタパルト少なくないですか、ダイス。4台だけか。中入っちゃったか、これ。カタパルトは消えてる。で、これアーチャー軍ですよね。こっち側もアーチャーいて、ここに、ヘビーナイトか。ちょっと落ちてる人もいるけど、しょうがないな。で、対するは、約2万5千の、オークとドワーフですね。戦力的には全然こっちの方が合いますけどね。いかにこのお城のあれを使ってうまくできるかだな。よし、じゃあ行きましょう。お、来ますね。このお城結構かっこいいですよね。まずはこの橋の上での戦いですよね。で、最初は槍兵、スピア兵がいかに食い止めるかだな、この橋の上で。結構強そうですけどね。ここにスパルタでも置いとけばよかったな。あー、すごいすごい。あ、いやー、撃ってる。かっこいいですね。戦いっぽいな。あ、でもこれ、海渡ってくるのがこの浅瀬も。だとするとやばいな。あ、ちょっと躊躇してる。ためらってる、ためらってる。一応ここも渡ってくる。浅瀬だな、だいぶ変なとこから来るかもしれない、これ。あーい、橋の上は戦闘始まってますね。いやー、多く強いんですよね、体力。あー、ちょっと多く強いな。で、弓矢がちょっと足りないかも。カタパルトも打ってるんですけど、どうだろうこれ今。いやー、このペースでいくと全然勝てないぞ。いかに食い止めてる間に上からの弓矢とカタパルトで潰せるかですからね。ちょっと弓矢がな、予想よりもこの遠距離武器が効いてない感じですね、カタパルトも。ちょっとここに弓兵が少ないですね。いや、相当多いな。あー、でも若干倒してはいますね。頑張れ頑張れ。あー、橋がもうスピアーマンのところで、ドワーフが溢れてきてますね。あれ、下に落ちたのはどうしようもないですから。あれはどうなんだろう。ちょっとカタパルト当ててる、ちゃんと。あー、打ってはいますね。このペースだと確実にやられますね、城側。そろそろ、あー、橋の部分がじわじわと入ってきてんな、これ。じわりじわりと多くが攻め込んでます。あー、川の方、こっちの浅瀬からもドワーフ軍が来てますね。ドワーフ強いですからね。あー、厳しいかも、これ。いやー、まあ、頑張れ。
早く遠距離武器で援護しないと一気に崩されるかも。通常で押してますね。すごいなこの盾、かっこいいな。弓矢攻撃はどこでもしますからね、中入れば中入るほど。これかな。いやー、うじゃうじゃいる、めちゃくちゃいますね。力回ってくるのがきついですね。あー、完全に分断されるな、これスピア。残りのスピアが挟まれちゃってますね、完全に。これはきつい。あー、ドアと大津に挟まれてかわいそう。うわー、やられた。力ですね、まだただまだスピア結構前線してますね、頑張ってる。あー、徐々にスピアが押されていってますね。スピアの後はフットマンが待機してますね。この後はカタパルトも打ってるけど、あんま食らってないな、カタパルト。でもなんかちょっと流れが止まってません、大津軍団。ここ完全に詰まっちゃってんな人が多すぎてすし詰めで前出なくなってると、詰まって前線に出れるのが少なくなって、これはラッキーですね、守る側としては。少人数ずつだったら結構有利かも。少人数だったらこの槍の雨と矢の嵐でなんとか対処できそうですね。これいい流れかも。この流れが続けばいけるかもしれないですね。まだヘビーナイトとか待ってますからね。橋やっぱ渡るの大変だな、この大人数でこれはいいかも。しかも死体の山も重なってるから、ここで食い止めればかなり勝ち目がある可能性が出てきましたね。あ、スピア効いてるな。間合いも長いですからね、これはいけるかもしれないよ。こっち暇そうだな。こっちも打ってんのこれなんだこれ、ひどいな。壁にフレンドリーファイヤーなくてよかったですね。あったら大変なことになったな。暇そうだな。ここまで来るかな。ここまで来たら逆にやばいですよね。ダーッとなだれ込めばいいんですけどね。たまに何人かポロポロと落ちてったのがこっちから登って合流して蜂の欄干組ですね、大奥組と合流していく感じですけど、この数だとかなり厳しいだろうな。全然変わってないですよね。停滞してますね。ここで前線が止まってる。目が終了して2日目ですかね。まもなく大奥ドワーフ軍が2万切りましたね。残り対する城を守る軍勢は残り3800か。それでもやっぱ5倍以上の差がありますね。徐々に焼いていくのが怖いとこですよね。いやでも若干橋から入ってくる軍勢の数が増えてきたかも。流れが速くなってきてる。で分散してきてますね。これやばいんじゃないかな。これなんでこんな詰まっちゃうんだろう、ここここ行儀がいいんですかね。あ、やっぱでも大人数がこう殺到してるから、ここを抜けるときにちょっと時間がかかっちゃうんですね。まもなく槍スピアーマンたちが崩れますね。前が取れなくなるからな。そうするとただこんだけいますからね。こんだけいるからな。あー、でもちょっと流れが速くなってますね。本当にこの勢いは止められるかな。スピアが崩れたら本当に一気に
流れ込みそうだな、この感じだと相当頑張ってんな。あーでも入ってきた、結構また流れ来ましたね、これ大量に来た。こうなると一気に抑えますからね。わー入ってきた入ってきた、あー結構一気に来ましたね。これはきついんじゃないか。あーこれはやばいかも、一気に崩れそう。まもなくスピア軍ほぼ全滅、ほぼスピアーマンやられて、今フットマンが戦い始めたんですけど、やっぱちょっと守りきれない感じだな。まだ若干スピア残ってるんですけどね。こっからだな、こっから次がフットマン1000人ですね。これが破られた次ヘビーナイトと最後アーチャーか。アーチャーがあんまり狙えてないんですよね。あースピアはもう終わりだな。3日目の朝ですね。いやーだいぶ減ったな。やっぱフットマンはきつい。もうちょっとでようやく5000か。3倍倒さなきゃいけないですからね。いやじわ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 と攻め込まれてる。あっちが残ったままだぞ。ミアとカタパルトのダメージが後方の部隊にどんだけダメージ与えられてるかですよね。あ左側崩れた。あ抜けましたね。一人抜けたぞ。何人か抜けてる突破した突破してる突破してる。入ってきた入ってきた。これはあっちのフットマンガン無視で入ってきましたね、お城の中に。あーそこに少人数いる。さあヘビーナイトの実力ですよね。ちょっと少人数部隊はここにいるけど、これでようやくオークドワーフと一緒ぐらいじゃないかな。500か。これはこの人の場所の関係で残っちゃうんですよ。この上ですよね。これ意外と強いかもしれないな。あ意外とこの人数でも守ってるからな。スピアーマン以上に守るかもしれないぞこれ。あ硬い硬い、やっぱ体力は相当ありますね。いやーでも一気に入ってきた。ここであーまた一人いった。さあついにここですね。ただここもだいぶ地形的には有利ですからね。ああ少人数部隊をやられましたね。さあここでいくらどれぐらい食い止められるか。これもう上がっちゃったらあとはアーチャーしかいないですからね。あこれ上に撃ってこないの、ここあっち側狙っちゃってるのか。きついかもしれないこれ。もうちょっとスピアーマン、あのフットマンもスピアーマンだったらだいぶ違ってただろうな。完全に無視されてますよこのフットマンたち使えないですね、完全に無視された。いやー意外と頑張ってるけどやっぱきついな。きついですね。弓が正面反応してくれないとやっぱ戦力差が相当ありますからね。なんか参拝客がきつい感じだな。元旦の参拝客ですね完全に。多くて怖くは半分以上はこの橋渡りましたかね。これは完全に見守ってるだけだな。ここは敵を前にして何もせずって感じですね。あ、一人来た。たまに来るんですね、こうやって。よくわかんないけど。ちょっと大混乱ですね、この辺り。なんだこれ。あ、死体のやばいなってんのが、ここ。カタパルト当たって。うわ、この下もひどいな。ここ大変なことなってますね。ちょっとしたパニックだなって
こう上がっていく間にも矢が結構当たってますからね。ここも完全止まっちゃいましたね。うわーすごい数。あ、結構頑張ってますね。だからもう間もなく崩れんな。あー来た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 、崩されましたね。これはこれはアーチャーが前線入れちゃってるからな。弓は一気にいきますね。これでどう動くかだな。ドワーフが暴れてる暴れてる一人。あ、意外と左右に分かれてんな。このまま行けばいいですけどね。半分守るが減りましたね。あ、でももう残り9000なのか。オーク軍意外と減ってるな。あー崖で落ちてるのでだいぶ減ってます意外と頑張ってるな。2万5000ぐらいいたから多分1万以上はあそこで死んでるってこと？うん、そういうことですよね。ここでの戦死者が相当な数いるんだな、これ。いやー、あーもうほとんどいない。あとはこの中でやってるけど気づいてないんですよね、後ろ。ひどいな、ここどんぐらい残ってんな。結構残ってんのか、これかな。もったいないな、壁打ちしちゃってんですよね。いやーもういない、あと3人、あと1人、これで終わった。残るは真ん中ですよね。いやーこれは一気にやられちゃうでしょう。残りは弓兵しかいない、ほとんど。気づいてこっち側撃たないと。いやー一気に崩されるな。これはこっちも来ましたね、ついに入ってきた。うわー一気にやられてく。多少フットマンいるけどてきてる。あーこれきついでしょう。あ、こっち側にも行き始めたようやくここも戦い始めたかこれはきついでしょう。全滅だな、これは。わ、カタパルトもパニックり始めてますね。中撃とうとしてる。中はもう無理でしょう。うわー場内は全滅ですね。残りのこっち側を回ってくる形ですかね。あとはあー来た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 。残りは600。これは一気に崩されます。あー両側から来たな、両側から来た無慈悲な攻撃ですね。一気に来た。あーもうダメでしょう、これは。まあ、500もどこにいるんだと。いやー両方から来てますね。あっち側もやられてますね、一気に。これは勝負あったな。あー弓兵全滅ですね、上の。ということは残るはフットマン軍団ですね。一気に来た、一気に来た。いやーこれは無理でしょう。流れ込んできた。弓以外はアクティブでいいのかもしれないですね、これ。途中まで良かったんですけどね。
残り10人切りましたね。あー残り1人終わった。いやでもオークドワーフ軍団も残り5000か。結局これ全員は入れなかった感じか。ここで落ちすぎでしょ。ひどいなこの落ち方は。もうちょいでしたね。でも素人し面白いですね。こんな感じになるのか。